愛知県の大村知事はきょう高齢者施設の利用者などを対象にした3回目のワクチン接種を前倒しして実施する方針を示しました。 高齢者施設と障害者施設の利用者や職員それに病院と診療所の入院患者の合わせて56万3千人が対象です知事はより早く接種を進めるため市町村から発送される接種券が届いていなくても接種を認めるとしています